毎週、はい、木曜日ということで、はい、パワープロ企画第2回2回目。いやどうですか、前回アプリ入れて入れました、ちょっと見ました、どうやったらいいんだろうっていうのがちょっとまだ探り探りだったんですけど、うん、ガチャやってきました。やっちゃいました。ガチャやっちゃいました。ガチャ、はい、ハマってくるね。どうですか、触りだけやってみて。いや、なんかこうキャラクターがいっぱい出てくるんですよね、うんうん、どのキャラクターが適してるのかなとか、うん、いいのかなっていうのがまだぼんやりわからないので、うん、今日里崎さん見ていただきながらやっていこうかなと。いいんですよ、まだわからないのが、はい、いいんです。みんな最初は初心者なんですよね。一緒に成長、はい、あとね、よく分かってる人はコメント欄で教えてもらうね。このスタイルで、ね、はい、佐々木チャンネルやってますから、コメント欄で多分すごい教えていただくと思うんで、皆さんよろしくお願いします、ね、はい、ほんと。ということで、はい、今回は早速パワフル高校のサクセスに、はい、チャレンジしてもらうことになります。はい、はい、まあ強い選手をね作るっていうより、今回はやっぱ強い選手作りたいんですけど、はい、今回は一番最初なんで、はい、白馬さんが作りたい選手、はい、イメージする選手を作っていきましょう。まずは、はい、ね、最初から何でも最強選手じゃなくて、はい、誰かに沿ってみたいな、この選手作りたいよみたいな、はがまさんがもう作りたい選手を作っていこうっていうね、最初なんでね。誰にしましょうね。誰にします。はい、誰でもいいんですよ。どうしよう、はい、でもせっかくなんで、やっぱいろいろ教えてもらうために、はい、サボさん作ろうかな。僕ですか、いきなり難しいですか、佐野さんは。俺能力結構高いからね、ハードル高いよ。そっか、うん、でもやっちゃう、いきなり。でも佐野さん教えてくれるんですよね。もちろん、その代わり厳しいよ、俺作るからね、もっとこうしなきゃっていう。厳しいのか。いやでも佐野さんにしようかな、せっかくだし、なんかこうちょっと分かってきてるんで。そうっすか、はい、じゃあとりあえずね、一回このパワフル高校、はい、ちょっとスタートしてみましょうか。はい、じゃあこのパワフル高校をタッチしますよ。はい、入部届。そうですね、入部届で、はい、まず名前変更ですね。はい、OK、はい、この名前で設定します。はい、守備位置はキャッチャーですね。守備位置がキャッチャーですね。はい、捕手。はい、で、右投げ、右打ちですね。右投げ、右打ち、はい、で、打撃フォーム、これどういう感じ。あ、これだね、これ、これよく似てるね、ま、俺だね。もう、ね、うん、オープンスタンスよ。これ俺のためだけに作ってくれてる、これ。ちょっとこれ3とか見てみます。お、これじゃない、これじゃないね。やっぱ4ですか。5は5見てみて、5。こんな、これちょっとマッチ系だね。あ、じゃあ6は 6, 6。面白い。おー、おー、7 7。お、ブラッシュ入ってんだ、これ。あ、ブラッシュ、ブラッシュじゃない、ちょっとこんなの。あ、神主、神主、神主か、神主、フラ、あ、フラウジン、その横はフリーコじゃない、バスター、バスターじゃない、一本足でもだ、2でいいかな。はい、じゃあ2にしますね。やっぱ自分ってなると結構こだわりますね。そうだね、やっぱ俺だからね、はい、じゃあ次へ。はい、次へ。これイベントデッキっていうのがあって、これ私が多分引いたガチャのキャラクター。ああ、いいの引いてるね。結構いいんですよね、これ、うん、なんかこの人たちがコーチみたいな。そうそう、この人たちコーチの役割だから、はい、ここにいる人たちが能力高ければ高いほど練習も効率よくなって、はい、もらえる数値も上がったりとか、いい選手が育ちやすいんで、はい、やっぱりいいコーチを入れないと、やっぱりね。これ結構今いいコーチなんで、いい、もういいんじゃない、だって ASR とか入ってるし、ね、ASR ありますね、うん、で、この助っ人っていうのを選ばないといけなくて。ああ、助っ人選ぼうよ。はい、親子さん、じゃあちょっとこの人、これ入れて、はい、いいフレンドだね。いいフレンドですね、うん、開始します、うん、開始。お、いいっすね、小さい頃から。親友のスバルと一緒に暇さえあれば野球ばかりしてた。将来の夢はプロ野球選手になること。しかしある日突然、親友のスバルが遠くに引っ越すことになった。向こうに行っても野球続けろよ。ああ、お前こそ練習サボるなよ。青春ですね。じゃあ甲子園で会おう。お、熱いね。いい選手を作ってねって。はい。もう学校だ。学校始まったよ。違うやつよ。そういうのか、最後見るやつ。
前じゃ。そうなんそうなん、しかもだからこの、ね、今8月1週目じゃないですか、はい、でそれが12月になればクリスマスもあるし、はい、2月になればバレンタインもあるし、その時期もそうそう、あとは彼女ができたりできなかったりとか、はい、そういうそのなんかこの私生活の、はい、選手を作りながら練習もそうですけど、そのなんか私生活の楽しみ方もあるんですよ。へー、それによって調子の波がね、今このね上の方に黄色のねニッコちゃんが回ってますけど、はい、オレンジになったりピンクになったり逆に青になったりっていうね、はい、そう調子の波でもあの練習の効率が変わるんですよ。そんなにいろいろあるんですね。はい、あ、これウド君。そう、いろんなキャラクターがいるんで、そういうキャラクターの一人一人を見てるとまた面白いですよね。そうですね。はい、ウド君ちょっと面白い顔してるなこれ、うん。どこが口なんだ。あ、また新しいキャラが。あ、これ監督か。ガンガン、犬も出てきた。矢部小田切、ウド、小筆に出会ったと。じゃあ早速、はい、ちょっと能力アップっていうとこ行ってもらっていいですか。はい、でこれでトレーニングして、うん、はい、その今ね弾道にミート F パワー全部 FFF、はい、肩守備 G とか補給 S ですか、うん、でいろんなトレーニングしてこのね筋力とかなんかあの技術とかね、はい、ポイントを貯めて弾道とかミートとかパワーを上げていくっていう。なるほど。そうなんですよ。今だから自分の経験点が全部ゼロなわけですね。そうだ、全部でこれから練習してプラスしていって数値を上げていくっていう。はい、だからまずね方向性決めなきゃ。俺だから、はい、総力はもうそんな頑張んなくていいです。あ、いいんですか F で。だって俺 F のままでいいんですか。うん、まあだから余分に上げれるようだったら上げよう。はい、無理にそんな C とかいらなくて、もう E とか、だってもうそんな、だってもともとそんな、あの、コナミさん勝手に決めてる俺のパワープロの数値もそんなんだもん。あ、そうなんですね。そう、E とかだもん、総力。俺そこにね、そんなこだわりないよ。そうですよね。絶対に上げなきゃいけないのは、はい、補給、守備、肩。おー。やっぱね、補給はね、やっぱ S だから俺は。はい。だってパスボールしないんだから。あ、そうです、少ないですもんね。そうそうそう。で、肩は A。はい。だからもう、肩、守備 AA の補給 S はマスト、はい、で総力はもう別にいい。でパワーは B ぐらい行きたいね。 B ぐらい、はい。でミートもそんな俺は打率そんなよくないから C ぐらいでいいかな。いいんですか C で。最低限ね、はい、あとはもう袴田さんの頑張り次第で、はい、それはもうオール A 行ってくれるんだったら行ってほしいですけど。そうですよね、うん、であと弾道はね3ぐらい行きたいね。3ぐらい。これ弾道は全部でいくつ。4が多分マックスだから、はい、3ぐらいまで行きたいね、はい、っていうのと、あとあの特殊能力っていうところがあるから、はい、ちょっと特殊能力をしてもらっていいですか、はい、あ、いっぱいなんかありますねこっちも。ほら、そうそう、だから特殊能力で言えばやっぱ俺の数値で言えば絶対上げなきゃいけないのは、はい、そうだね、面白い。さよなら男とか満塁男、チャンスメーカー代打とかムード、ムードあるね俺。ムードね、ムードありますね、うん、ムードメーカーあるね、はい、ホーム刺繍もいるね。ホーム刺繍、うんうんうん、あとね、どうですか、気分屋ってのもありますよ。あ、気分屋だよ俺。俺気分屋。気分屋、うん、あとラッキーボーイも俺ラッキーボーイだから、ね、ラッキーボーイ、あ、うん、いいとこで回ってきたりするんですもんね。そう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 、うん、あとはね、インコースアウトコースとかだったら俺アウトコースの方が得意だからね。おお、うん、じゃあそういうところ上げていく。そう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 、競争心、競争心ね、うん、速攻上り上司、うん、あー、うわこれコブ、コブ、コブもコブあるね。コブ、あ、コブ、うん、ね、あと俺一発逆転も満塁ホームランとか打ってるからね。そうですね、うん、すごいね。え、これ一発逆転148筋力いるってこと。筋力貯めないと。そうそう、だから精神の40と筋力148貯めたらいけるっていうね。いける。あと保守能力とかも上げていかなきゃいけないから。そうですね、うん、だからそういうのをもう地道に上げていって。いや、上げるとこいっぱいあるな。そう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 、走力とかのね、いらないから。はい、俺はでもそこはもう後回しですね。そうそうそう、はい、と頭に入れながら、じゃあまず行きましょう。じゃあ、はい、戻るで。戻る。
じゃあ練習、はい、まずじゃあ何だこれがね、要は打撃だと打撃のやつ練習したら上がるし、筋力だと筋力、走力だと走力、うん、で肩、守備、メンタルっていう上げたい数値の練習があるわけですよね、はい、でも今最初だからレベル1、これがレベル上がることによってもらえるポイントが増える、はい、でもあんまり頑張って練習しすぎてね、上の体力ゲージあるから、うん、あれ体力ゲージが減っていって考えないと怪我率っていうのが上がっていって怪我しちゃうから、そこは休んだら休まないといけないんで、休んだら体力が戻ると。そうです。じゃあここで波止場さんに問題です、はい、今するべき練習はどれですか、今の全部聞いて。でもやっぱり佐藤さんは打てないといけないと思うんです、うん、だからまあ打撃とか、うん、あとやっぱりキャッチャーなんで、うん、まあ、守備、お、いいですね、とかもそうです、うん、じゃ あと肩肩ね、肩力、うんうん、じゃあまず打撃やってみます。まずやっぱり打撃ね。そうですね、うん、打撃、そう、横にこう自分たち仲間が出てきますね。そうですね。これなんか来たよ、犬が持って、はい、体力、あ、まあ、で、まあ練習したからね、はい、チームメイトたちの評価とかも上がるんで、そうそう、評価、チームメイトの評価も大事ですからね、はい、監督が頑張ってくださいって、うん、え、あ、そうか、キャプテンなんだもん、まだ信頼上がってないから名前を覚えてくれないんですか。なんだ、うん、あとじゃあ覚えてくれるのか、そうそう、その覚えて、はい、で上見てオレンジのニコちゃんマークになってる、あ、これが調子がいいってことだからね、いいんですね、うん、へえ、これ6度、うん、女子というフィルターをかけずに、この子は女の子なだけで野球部にいるんですね。やっぱ今はね、女の子も野球チームも入ってるしね、うん、やっぱそういうね、男の子も女の子も入ってくる中で、はい、6度ひじりちゃん、体力は15上がりました、うん、おい、あ、体力上がった。さあ、レギュラー入りを目標に頑張るぞ、うん、監督へのアピールが足りないから試合出れないんですよ。アピールしないといけないんだ、じゃあアピール、見せる、監督にアピールしないとね、試合出れないから、ね、じゃあ次練習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 、監督がいる練習しないといけないですね、うん、これ、まあ、横に、じゃあ猪狩君しかいないってことですか。そうそう、で、筋力のとこ行くと、筋力と、このね、この一緒の選手たちを練習すると、はい、その選手との評価も上がって、はい、信頼関係上がっていくと、はい、練習の効率がさらに良くなってもらえるポイントが上がるっていう。なるほど。だからそう、監督、総力ですよ、でもここが微妙なとこだね、はい、俺には総力いらないんだけど監督がいるっていうね。そうなんだよ、でも監督、あ、でもね、アピールしないと大事なんだよね。俺もやっぱ走る練習好きじゃないけど、はい、監督いたらそれを一生懸命やって必殺アピールするっていうのもね、はい、大事だね。やっぱり名前はまず覚えてもらわないといけないですよ、うん、最初は、はい、じゃあ言っとく、じゃあ走塁いってみましょうか、うんうん、はい、ダッシュ、でも体力は下がりますね、まあ、それは監督の評価が上がった、お、うん、こうやって練習していくわけですね。そうそうそう、こういうように、うん、そう、で自分が上げたい数値ばっかりやっていくと、そこにチームメイトがいないと効率よくなったりとか、はい、監督とかチームメイトの評価が上がらないんで、うん、だからやりたくない練習も、はい、そのチームメイトによったらやらなきゃいけないし、うんうん、だからそこが難しい、選択していく。そうですね、うん、逆にでも面白いっていうね。いやでもこれ私みたいな素人でも、うん、できますね。全然できるんです。技術が今いらないから、うん、で面白いでしょ。はい、だからね、どういう風に組み立てていきたいかっていうのをまず最初に、でもイメージしとかないと、うん、当てずっぽうにやってもね、はい、いい選手できないじゃないですか。ちゃんとイメージが必要ですね。そう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 、でも今回は佐藤さんです、うんうん、だから人間関係も入ってるんですよ。いや、そこまで入ってくるんですか。そう、料理リアル、自分をの能力を上げるのはもちろん、はい、人間関係を、うん、だってそうじゃん、やっぱり選手との人間関係、監督との人間関係をうまくしつつ、彼女もできるかっていう。だからリアルですね。マジリアル。リアル。でしかも甲子園出場を目指すっていう、その勝負のやつもあるから、はい、だから面白いよね。そうですね、うん、精神ポイントが14上がりました、うん、いやね、こういうコメントを読んでいくと、はい、より面白いんですよ。面白いですね。だからなんかね、自分で、うん、まあ、ゲームだから育てれるけど、うん、そのね、小説とか漫画の本読んでるみたいな感じ。だシナリオがちゃんと、そうそうそう、で読んでいくとその人間関係も出てくるし、うん、やり方によってコメントもね、はい、回ってくる時もあるし、はい、
で最初のうちはねいろんなこうキャラクターが出てくるから、うん、そのキャラクターの特徴を覚えてながらこういう特徴あるんだとかね、うん、あ女の子なんだ男の子なんだとかね、はい、そういうのを見ていくとだこうね読んでいくとさらに面白いし面白いです、ね、楽しめるっていう。あと19、いかに進むくんと出会ったと。進むくんの評価が、あ、技術が10上がった、うん、練習で、うん、次じゃあ何やろうかな。よく見ててください、誰がいるかね。守備は守備は、うん、矢部くん、うん、メンタル、うん、メンタル監督いるの。監督いるね。メンタル鍛えてメンタルいっとく鍛えとく。サムがメンタル強いですもんね。まあ俺は強いね、うん、じゃあちょっとメンタル、うん、鍛えますね、うん、プラス思考。お画面体力上がった。監督の評価上がるね。はい。お、名前来たよ来たよ、監督来たよ。キャプテンなのですから、もっとチームを引っ張っていってください。でも名前覚えてくれてるよ。そう。さっき名前知らなかったのにね。そうですね。あ、やっぱ監督と練習してるだけあって。アピールしてるんで。うん。イカリ君と揉めちゃってるんだ、今。今日は調子が悪いんだって、イカリ君。彼は大金持ち。そうなんだ。へぇ、二刀流ですね、うん。バッターとしてもすごいって。耳までいい。出会った。イカリ君にね。変な男が出てきた。狩山さん、あ、スカウトだって。これ佐藤さん高校の時ってスカウト来たりしたんですか。来るわけだよね。高校の時はまだ弱小高校だから。そうか、県大会2回戦、ね、3回戦コールド負け。だからね、その夢をね、はい、ゲームの中で達成するっていうね。そうですね、うん、スカウトの目に留まるように。そうそうそう、だリアルだから面白いんだよ ね、 そ う、 ですね。そういうスカウトがいろんな人出てきたりとか、うん、でいろんな人の気配りながらね、練習とかも決めながら能力も上げていかなきゃいけないから。うん、狩山スカウトに出会いました、うん、ほらもうピンクになった、絶好調。ほんとだ、すごい、うん、元気がいいこのピンク、うん、じゃあ練習。あ、なんかびっくりマークついてる、打撃のところに。あ、ほんとだ、これ打撃しろってことなのかな。いいんじゃない。スカウトが見てる。うん、体力は下がったけど、うん、スカウトの量勝ち上がった。ちょっとプロに向けていいんじゃないですか。うん、びっくりマークがついてたらさらにポイントが上がるんですよ。上がりやすいですね、うん、すごいポイント今一気に上がってますね。はい、打撃練習してます。そこそこといったところかって。まあ最初だからね、まだ。そうです、うん、まだ2年生です、うん、今。ん、どうしたんだ、転校生が来たって、うん、波動高校、超エリートだって。お、よし、その転校生をスカウトに行くぞ。星すばる、かっこいいな、名前。え、佐藤さん、友達見たじゃないですか。そうだね、はい。知り合いだって、うん、すごい、小学校の時、うん、2人で約束。あ、最初に出てきた子か、うん、あ、そうだね、そうだね、ストーリーで。あ、そうだね、うん、うんうん、やめたって。これがまたやってたら、はい、おいおいね、おい、何かがなんか出てくるんですよね、うん、ドラマが、うんうん、そうね、スバル、あ、ダウンしてやる気は、うん、遊ぶとね、回復するから、そうそうそう、気分転換ね。ちょ、能力アップじゃやってみようか。はい、ミートパワーとか、この明るくついてるところを上げれるから、はい、じゃどれか上げてみる。そうですね、経験点結構今稼ぎましたもんね、うんうんうん、じゃあどうします。パワー上げてみる。パワー、そうですね、うん、じゃあパワー上げましょう、うん、守備力上げた方がいいんだよ。守備力上げましょうか、うんうん、守備力、うん、
たらほら F になったでしょ。 あ、本当だ、上がった。こうやって上げていくと、はい、F から E とかなるから、それを貯めていかなきゃいけない。これ守備力まだ全然いっぱいでられますね。そうですね。でもそれまた上げすぎると他が上げれなくなるし、そういったところが、はい、その配分がまた考えないといけないわけです。偏っちゃうんですね。そう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 。で確定、確定下の。確定か、うん、で、はい、で、OK で、あ、じゃあちょっと遊んでみます。いや、まだ遊ばなくてもだって絶好調だよ。あ、そっか。じゃあこれ、びっくりマークついてるのか。じゃあ打撃ですね、うんうん、あ、キャッチャーのコツを少し掴んだ。お、いいね、やったいいね、いいね。お、監督の評価上がってきてるよ、どんどん。監督の評価が上がりました。お、そろそろ帰ろうって。あ、これ選ばなきゃいけないよ。え、そうやって君は言い訳するのか。だから君は弱いままなんだっていう。どうしよう。まあ、佐藤さんだったらここで猛練習しますよね。いや、それはもう袴さんのセンスで選んでください。私もね、負けず嫌いなんで、うん、猛練習しますよ。猛練習してやる。でも体力だいぶ下がってきましたね。本当だね。あ、でも筋力上がってる。本当だ、うん、これ結構上がったね。ね、いろいろ結構上がりました、うんうんうん、あ、だいぶ疲れてる。そうだね、ちょっと、はい、でももう一回ぐらい練習しちゃいます、追い込んで。ちょっと行ってみて。あ、でも怪我率 42% だから、危ない。4割の確率で怪我は危ないんじゃない。やっぱりここは、うん、戻る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 、うん、ここはやっぱ休むじゃない。休む、うん、休みます。うん、お、回復した50。はい、よし、練習、じゃあ練習しましょう、うん、守備が、守備がいいんじゃない。守備いいですね、うん、いいですね、どんどん上がってきますね、うん、そう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 、最初はね、もうどんどんやっていって、うん、やっぱり特にコツを教えてくれる。アベレージヒッターのコツを少し掴んだ練習、うん、これはもうあとはもう好きなの。じゃあもう一回守備いってきますね、うん、あ、宝箱もらった。いい、ちょっと慣れてきましたね、私も、うん、どうするどうする、また来たよ。これは猛練習するでしょう。お、筋力上がった。これあと4回まだ練習できるってことですよね、うん、あ、遊んでみたら1回意外。ちょっと遊んじゃいますか、うん、1人で遊ぶ、うん、友達がいないからね。はい、1人でカラオケ寂しいですね。お、でもやる気が上がりました。持ってきた、この。先輩、うん、なんだ？うちの学校の生徒みたいです。あれ、あれじゃない？あの子じゃない？ほら、スバルだよ。スバルだ。うん。なんだ？青春だね。青春。じゃあこれ。このなんかストーリーも面白いね。面白いですね。うんうん、分かってる、野球はもうやめたんだよね。何があったの、ね、うん、キャッチボールするの。おー、いいで、まあそれぐらいならって、うん、逆すごい。なんでやめたの。ラスト1球、うん、徐々に。え、スバルだ。戻ってきたよ。もう戻ってきたスバル、ほら、エースが入ってきた。うん、スバル何があったんだろうな。それはこれからわかんじゃない。入部した、スバルくん、やった。これ分かってくると慣れてきていいですね、うん、すぐできる。じゃあ何鍛えようかな。筋力じゃない、筋力、筋力だって光ってるもん。
当だ。金の。本当ですね。これなんか来たよ。来た。スペシャルタッグトレーニングだって。スペシャルタッグ発動。はい。一緒に筋トレしたんですね。うん、あ、東条と一緒のスペシャルタッグできるんだったね。ほら、部活が休み、ゲームセント。お。うん。何がいいかな。何シューティ、私はリズムゲームですよね。ヤンセアンスレボリューション。面白い。よし、高度なテクを見せてやる。体をひねって対応だ。よっ、よっ、はっ、ほっ。よし、クリア。ゆべくんの評価が5だった。筋力ポイントも技術ポイントも上がった。おっ、どうしたの、進めた。どうするの、どうするの。佐藤さんだったらどうするんだろう、これ。それは俺じゃ、俺はあれだから、それは袴田さんのセンスだから。そうですよね、うん、お願いって言われたらもうやってみろって言う、うん、あ、上がる、うん、よし、じゃあ引き続き練習。あ、でも怪我率がちょっとずつ全部、まあ 30% ぐらいではいけんじゃない。いけます。じゃあもう打撃がついてる。あ、ついてる。じゃあこっち行っちゃいましょう。あら、グッキーってなってる。ほら、怪我率30って言ったじゃん。え、怪我？嘘。佐藤田ひとみやくん、怪我しました。しょっぱな怪我？早いよ、怪我すんの。そうだな、そんな記憶が。あ、でも大した怪我じゃなかったね。 あ、ひねっただけでよかった、うん、無理しちゃダメだよって。そうだよ、うん、はい、俺技術下がって、下がっちゃった。精神ポイントもやる気も下がっちゃった。どうしたの、スバル君。じゃあスバル君と勝負、うん、さあ練習しよう。え、合わせる合わせる合わせる。あ、え、これ合わせるんですよね。合わせる。それで上上上上上上。一回佐藤さんにこれだけ。あ、すごい、やっぱり。ちょっと待って、っていう感じで、ここから練習しないと。初心者だからね。そうですね、うん、今日初めてやったんで、うん、じゃあ、あと残り一ターンできるんですね、うん、練習。じゃあ練習。怪我率、これもうメンタルにしましょうか、怪我しないように。そうだね、はい。ラーメンどうするの？でも私はラーメン行きたいからみんなに合わせるよ。うん、そうだ、すどこ。佐藤さんもラーメン行くでしょ？まあまあね。はい。セクションのクリア。クリアー。ああ、ということで、はい、セクション1終了です。はい。どうですか、やってみて。あっという間ですね。うん、なんか練習が、思ってたように自分で、ああ、できない、できないとかじゃなくて、うん、こうどんどん進んでくれるから、気持ちがいいというか。あとはやっぱりね、うん、初心者だなっていうところはやっぱりありましたけども、はい、でも仕方ない、はい、こっから成長していくことが大事なんで、はいはい、でもどうですか、やってみて、できそうですか。なんか、いや、これできますね、はい、うん、いや、女子もやりやすいと思います、これは。あと面白いでしょ、こうストーリー的にも。はい、だからそういったところをね、うん、しっかりストーリーも読みときながら成長する過程をたどって、はい、技術も上手くなって、はい、トレーニングを自走して上手くなっていくっていう、はい、でも私はもうこれ目標決めましたよ。佐藤さんよりいい佐藤さんを作るって。おー言っちゃったね。
はい、いやそれは楽しみにしたいですね。もうオール A の佐藤さんみたいな。だからこれが毎週木曜日、はい、袴田さんの成長日記をですね、はい、皆さんにお届けするんで、一緒にね、はい、成長してもらって楽しんでもらいたいですね。そうですね、はい、はい、